体脂肪率を下げたいのであれば、今圧倒的に体脂肪率を下げるための食事のルールを科学的に解説します。ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日は体脂肪率を落とすための食事のルールについて解説します。ダイエットをするのであれば体重を減らすだけでなく体脂肪を落としたいって思いますよね。実際体重は減ったんだけど体脂肪が落ちずに全然理想の体型と違うっていう相談はたくさん受けます。体重を減らす方法と体脂肪率を減らす方法っていうのは似てるようで全然違うんですね。その違いを知らずにですね、ダイエットをすると、せっかく努力して体重を落としても、体脂肪率が高いという隠れ肥満の状態になってしまう可能性が高いんです。今日の動画ではですね、論文をもとに、科学的に体脂肪を落とす食事のルールを徹底的に解説します。確実に体脂肪率を落としていきたいっていうのであればですね、ぜひ動画を最後までご覧ください。では早速、内容に入ります。体脂肪を落とす食事というとですね、脂質制限と糖質制限など何の栄養素を減らした方がいいのか、何の栄養素を取った方がいいのかっていうことが議論されることが多いですよね。実際にですね、私も体脂肪を落としたいんだけど糖質と脂質どっちを減らした方がいいですかっていう相談をよく受けます。体脂肪率を落とす食事のルールっていうのは明確で、摂取カロリーが消費カロリーよりも少ないアンダーカロリーの状態を作る、低脂質の食事にする、この2つが大前提かつ基本になります。ここではですね、2016年に行われたアメリカ国立衛生研究所の研究をもとに解説していきます。この研究をですね、簡単にまとめると、肥満成人19人を入院させて徹底的に食事管理をした。脂質制限と糖質制限群に分けて、脂質の代謝やインスリン量、体脂肪量、体重の変化を追った。どちらもベースのカロリー量からマイナス 30% のカロリー制限をした、このような研究になります。その結果としてはですね、1つ目、糖質制限群の方がインスリン量が優位に少なかった。2つ目、脂質の代謝量は糖質制限群が優位に高かった。3つ目、体脂肪の減少量は脂質制限の方が糖質制限よりも優位に大きかった。4つ目、体重の減少量は脂質制限よりも糖質制限の方が優位に大きかった。このような結果でした。どうでしたか？今の結果を聞いてちょっと頭混乱しませんでした？もう一回ここに結果を一覧でまとめておきます。まず脂質の代謝は糖質制限をした方が高くなっているのに、なぜ体脂肪量は脂質制限の方が減ってるのって思った人もいるはずです。これはですね、割と単純な話で、糖質制限をすると脂肪をたくさん食べているので、その分だけ体が適応して脂肪を代謝する力っていうのが大きくなったものの、それ以上に食事から脂肪を摂取しているからと考えられます。わかりますかね？摂取カロリーと消費カロリーの考え方と同じです。通常ですね、摂取カロリーを増やせばそれに伴って消費カロリーっていうのが上がります。これは食事誘発性熱産生と呼ばれるものなんですが、いくらですね、食事量を増やして消費カロリーが上がったとしても、消費カロリーが上がった以上に摂取カロリーが増えていたらそれは太りますよね。脂質も同じですね。脂質を多く摂ると脂質の代謝量っていうのが上がるんですけど、結局ですね、増やした食事ほどはこの代謝量が上がってないということなんですね。またですね、体脂肪の蓄積にはインスリンが大きく影響していると言われていますが、この研究ではですね、糖質制限群の方がインスリンは圧倒的に少なかったのに、体脂肪の減少量は脂質制限の方が優位に大きかったという結果になっています。そしてですね、どちらもカロリーをマイナス 30% 制限しているんですけど、脂質制限であっても糖質制限であっても体脂肪が落ちているっていうことには変わりはありませんよね。つまりですね、体脂肪に関して言うとですね、インスリンよりも摂取カロリーと食事の脂質量が影響している、このように言えます。そしてですね、体重が脂質制限よりも糖質制限の方が大きく減っているのは、糖質制限をすると体から水分が抜けるからっていうのはもういいですよね。以上から言えることはですね、体脂肪を落とすための優先順位っていうのは、1カロリー、2食事の脂質量、3インスリン脂質代謝など、このようにですね、カロリーの次に食事の脂質量が大きく影響していると言えます。糖質制限をしているとですね、どうしてもカロリーや脂質量よりもインスリンを優先しがちですよね。しかしですね、実際にはですね、体脂肪のために優先すべきはインスリンよりもカロリーと食事の脂質量っていうのが現状なんです。もちろんですね、他にもビタミンやミネラル、カプサイシンといった食品成分、絶食時間なども影響してますよ。ただですね、基本的には最も体脂肪に影響しているのはカロリーと食事の脂質量であり、ここを改善することなくですね、体脂肪を落とすことは難しい、不可能だっていうことを知っておいてください。体脂肪を落としたいのであればですね、減らすべきは糖質ではなく脂質ですよ。さて、最後にですね、これまでの話を踏まえた上で、体脂肪を落とすための具体的な食事のルールを3つにまとめて解説します。
体脂肪を落とす食事のルール。一つ目、維持カロリーのマイナス 10%。 常にお話したようにですね、体脂肪を落とす一番のポイントってのはカロリーの収支です。ただですね、カロリーってのは減らせば減らすだけいいかっていうと、減らしすぎると反動で過食になってしまうので、維持カロリーのマイナス 10% 程度を目指すことをお勧めします。ここで、いや維持カロリーってなんだよって思いましたよね。維持カロリーとはですね、簡単に言えば現在の体重をキープできるカロリーになります。計算方法は簡単で、明らかな体重変動がない2から4週間の平均摂取カロリーをざっくりと出せばいいです。体重が変わらないっていうことはですね、過不足なくちょうど今の体重を維持できるカロリー量と考えることができます。例えば55キロの体重を2000キロカロリー摂取してキープしていたら、維持カロリーは2000キロカロリーです。当然ですね、この維持カロリーである釣り合ってるカロリーから摂取カロリーを減らせば、カロリーのバランスの均衡は崩れるので痩せます。計算サイトなどでですね、消費カロリーを計算して、そしてそこから摂取カロリーを考えてやる人もいますが、あれはですね、あくまで予測の予測でしかなく、こちらのやり方の方が実用的です。この時ですね、さっきも言ったようにカロリーを 20% 以上なのですね、大きく減らしすぎると反動で過食する可能性があるので、 10% 維持カロリーが2000キロカロリーであれば1800キロカロリーまでにすることをお勧めします。少し面倒かもしれませんが、アスケンなどのアプリを使って計算すれば簡単に維持カロリーを把握できるので、一度やってみてください。まあ面倒な人はですね、カロリー計算せずにこれぐらいの食事量なら維持できるなっていう量から感覚で 10% 減らすだけでも効果が出るので、実践してみましょう。ちなみに私が体重を落とそうと思えば、この感覚でやります。体脂肪を落とす食事のルール。2つ目、脂質を総摂取カロリーの 20-25% にする。カロリーを落とすと同時にですね、脂質の割合を下げていくようにしましょう。具体的にはですね、脂質を総摂取カロリーの 20-25% まで下げればベストです。脂質の量を減らせばですね、体脂肪が落ちやすいっていうのはですね、さっき話した通りです。じゃあですね、今日本人は現状としてどれぐらい取っているかっていうとですね、令和元年に行われた国民栄養健康調査によると、日本における成人の多くがですね、総摂取カロリーの 30% 以上を脂質で取っているってことが明らかになったんです。見えますか？20代が 46%、 30代40代が 47%、 50代が 43%、 60代が 38%、 70代が 32% も総摂取カロリーの 30% 以上を脂質から取っているんです。結構多いですよね。ただですね、脂質ってのは減らしすぎるのも問題で、最低でもですね、総摂取カロリーの約 20% ぐらいは必要になります。脂質に関して言えばですね、私の経験的にもですね、取りすぎてる人と取らすぎてる人が二分化してる傾向にあるので、 20% も取れてないっていう人はですね、だいたい 20-25% を、 30% 以上取ってるっていう人はですね、まずは 25-30% を目指すようにしましょう。ただですね、これも計算がめんどくさいっていう人はですね、タンパク質源を脂質が少ない鶏胸肉や魚介類を積極的に使うようにする、揚げ物を減らして蒸し料理などを増やす、脂質が多い間食を減らす、これらを意識するだけでも十分です。特にですね、タンパク質源となる食品の脂質はあなたが思っている以上に影響しているので、普段から何気なく脂質が高いタンパク質源を取っていないかを意識するようにしてみてください。体脂肪を落とす食事のルール。3つ目、タンパク質を総摂取カロリーの 25% にする。体脂肪を落としたいのであれば、タンパク質をしっかりと摂るようにしましょう。脂質をある程度抑えた上で、炭水化物とタンパク質の割合を変えると体脂肪の減り方ってのが大きく変わってくるからです。例えばこの論文ではですね、脂質を固定して炭水化物とタンパク質の割合を変えて体重と体脂肪の変化を調べています。具体的にはですね、65名の方をタンパク質が 12% の群と 25% の群、脂質も何も介入しない群の3つに分けて、6ヶ月間体重と体脂肪の変化を比較しました。その結果ですね、何もしてない群は体重体脂肪が全く変わらなかった一方で、タンパク質 12% 群は体重が 5.1kg、 体脂肪が 4.3g 減り、タンパク質 25% の群は体重が 8.9kg、 体脂肪が 7.6kg も減ったんです。わかりますよね。脂質を減らすだけで体重と体脂肪は落ちるんですが、その上でタンパク質の割合を増やすと、さらに体重と体脂肪が減る可能性が高いということです。ただですね、注意点はタンパク質を意識すると脂質も増えやすいので、脂質が低い鶏胸肉や魚介類、大豆製品などを積極的に摂るようにしましょう。もうちょっとですね、タンパク質の摂り方についてざっくり言えば、朝昼晩で肉、魚、大豆製品、乳製品、卵などのタンパク質食品を2品ずつ、そして脂質を意識して食べるようにすればいいです。特にですね、朝ってのはタンパク質が不足しやすい傾向にあるので、タンパク質を意識して摂るようにしてください。少し細かいことをお話ししましたが、
ます。まとめますと、総摂取カロリーを減らしましょう。特に脂質を意識して減らしましょう。タンパク質は3食しっかり食べましょう。細かいことは抜きにして、食事ではこの3つを意識してみてください。どうでしたか？体脂肪を落とすっていうと、どうしても何か特別なことが必要と考えがちなんですが、なんだかんだでカロリーと脂質、タンパク質という基本を守ることが大切です。基本を忠実にやれば、体脂肪は必ず落ちます。ぜひですね、カロリーや脂質、タンパク質を意識できていなかったのであればですね、この機会にもう一回見直すようにしてみてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。では、また。